まあ、まずちょっとお腹いただきます。まず味噌汁からいただきます。豆腐とわかめの味噌汁ですね、うん、あー美味しいですね。あと腹ペコなんでちょっといただきたい。これきんぴらですね、きんぴらごぼうさん、いただきます。もうがっつくっていう、あ、うん、うん、お茶なんですけど、うん、ホット抹茶ですね、うん、乾杯です、うん、あー、お茶です、失礼します、うん、うん、うん、あと、うわ、サバの塩焼きですね、これサバちゃん焼いてました。ちょっとあのマルコネリータのセニュリータになりかけてちょっとあのあわあわだったんですけど、同時進行はちょっとやっぱり難しいですね。うん、あでもギリあ落ちちゃった、ギリセーフですね。いただきます。うん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 、うまいです。サバは私を裏切らないですね。うん、ベリーグッド、うまいです。ああ、たまりますね。あのお正月にお雑煮作ろうと思って白だし買ったんですけど、いまだに作れてませんね、お雑煮。これ適当に料理とかにちょっとあの混ぜてるんですけど、まだ今年入ってお雑煮作れてません。うん、なんちゃってひじき入り豆腐ですね。あ、これスプーン持ってくれるんだったの。あのなんちゃってこれもうこれのといっちゃいますね、ひじき入り。うん、大好きですね。私、入り豆腐めっちゃ好きなんですよね。うん。この中にちょっとあの白だしぶち込んでみましたね。うん。丼重っ。味は甘いっすね。うん。あ、なんか久しぶりにサバ食べましたけど、やっぱ美味しいですね。イエーイ！これ鳥取県産のサバらしいですね。うん。鳥取最高みたいな、鬼太郎最高みたいな。うん、鬼太郎さんが鳥取は境港はありますもんね。うん、行った時ありますけどめっちゃ楽しかったですね。うん、これ豆腐とこれ高野豆腐ですね。豆腐が少なかったんで高野豆腐でちょっとかすまししましたね。あとネギと人参ですね。うん、これひじきとあれ糸こんにゃくみたいな、うん、ね、そうですね、オールスターズですねこれ。うん、あーすごい、これ丼はもうこれ普通このまま食べないですよね、こう取り分けて。ちょっとすいませんね、なんかジャンクな感じで、ほんと。うわ、今年もワイルドに行くぜー、おーみたいな感じで。うん、うん、これは玄米と白米ですね。あ、玄米と白米でね、白米と麦ご飯ですね、これ。うん、うまっ。こんな感じでちょっと堪能していきたいと思います。よかった、美味しい。